はい、今回はですね、ちょっと最近この時期に来てすごい釣れるなと思ってるフリーリグですね。こちらちょっと紹介したいと思います。まあ、なんでこれがちょっと効くなと思ってるのかっていうと、緩急がやっぱりねつけられる、このリグはね。で、他にもこう緩急つけられるリグってあるんですけど、やっぱりシンカーとワームが距離が一緒なんですよね。だからまあね、リーダーの長さだったりいろいろ変えて多少はこう緩急つけられるんですけど、直接ね、シンカーが動いて食わせてこうふわっとしたりっていうのがすごい差が出る。他で言うとやっぱキャロも、シンカーが、ね、移動式で、もちろんリーダーが長いのもあるんですけど、スピードが出て、着底してね、ふわっとっていうのもすごい出しやすい。でキャロの場合は基本的にはやっぱり横に引くリグなので、横に引いてスピード出して動かしてで止めて、ふわっとするっていう横でのこう緩急なんですけど、このフリーリグはやっぱ縦に動かすことで、緩急が出る。そこに引いちゃうとね、シンカーはこっちについたままなので緩急出にくいんですが、まあ、リザーバーだと、でまあ、岩盤普通に落としながら引っ張るときはシンカーがこうワームに近づいて上げて落とすとシンカーが離れて、で着底したときに、ふわっていく。カバーじゃなくても、水中の、ね、オーダーだったりこう水中のこう変化にデコボコになっていることが加わって、ね、少しイレギュラーな感じで、アクションさせたりということができます。こういう、ね、平地の、フィールドでも、ね、例えば普通に、ね、橋脚とか杭とか、テトラとか、まあ、そういった、ね、縦にこうボトムがこう変化するようなところで、すごい活躍します。でやっぱりこの時期ね、まあ、そういう、緩急がついたリグっていうのはやっぱりいまいちね、こう反応が悪いバスに対して、瞬間的にこうスイッチ入れてこう食べさせて、ね、早いだけだとなかなか追いつかないんですけど、その一瞬スイッチ入れた後に、ね、ふわっとすることで、ね、追っかけてきたバスをこう食べてくれるというようなイメージです。もちろんまあその緩急っていうのは、ハイシーズンももちろん釣れる、アクションなんですけど、まあ、この時期いいにもかかわらずちょっとねフッキングにやっぱり難がある。食べたみたいな感じでちょっとね、食わせようとして、特に中層とかでこう、ね、引っ張って落としてるうちに食べたりすると、ちょっと待ちたいんですけど、やや張り気味で待ってると、シンカーどんどん移動しちゃうんですよ。どんどん。で、その移動した状態でもちろん、フッキングすると、シンカーがボヨーンっていくんです。だから、バイトが甘い上にシンカーが移動して、まっすぐしっかりこう力が伝わらないっていうような状況が多いように感じたので、まあ普通のフリーリグ進化通してなんですけど、先に寄り戻しスイーベルを結んであげると、進化がストップするんで、まあ、この間もちろんフリーで、ね、動いて、ここに寄り戻しすると、進化ここでストップということで腹筋が多少良くなります。あとはその、大体いつも40センチとか50センチぐらいかな、このリーダー的な長さ、でワームはやっぱりもうビーバーがやっぱり一番釣れる気がします。うん、あとは HP ミノーとかあの辺でもいいと思うんですけど、やっぱり、落としても泳ぐし、ちょっと引っ張ってもいいし、横に引いてもいいし、縦も横もねしっかりきれいに泳ぐんで実績があります。で、やっぱこの時期そのスピードつけてあんまりボリュームあるとスピードが出ないので、かといってね大きくしてあんまり進化を重くするとやっぱりちょっと杭が悪いので、そしてこの3インチですね。で3インチに大体5か7がいいかな。まあ、7の方がスピード出て僕は好きなんですが、まあ5でもいいと思います。でフックはダブルエッジの2番。1番だと、まあ、キャロンの時はいいけどやっぱりちょっとフリーリーグ落としてるのに引っかかりやすいんで、2番で針先は結構中に入れて。ただ、ダブルエッジね細いんで、この糸結ぶ間、この椅子糸結ぶ間のところがちっちゃいんですよ。ちっちゃいよね。なので、シンカーがこういったときに、通常はね、シンカーこういったときに、シンカーのこのリングがね、針取っちゃって、ワームずらしちゃうので、僕は間にゴムの玉、海釣りコーナーでもあるし、スミラベイトの、
トレーラーを押さえるやつとかでもあるので、まあ海釣りコーナー以外はいっぱいあるんでね、好きなメーカーなんで、これだとね直接押さないのでワンも釣れないしっていうことで、使ってます。で、水ベルついてるので、巻き込まないように、入れてあげて、基本ね、やっぱ落としてあげる。で、着底したら、少し待ってあげて、また上げてあげるという繰り返し。で、あと水深があって少し魚がね散ってるような時にもいいし、あとあんまり引っ張りすぎるとやっぱりジグヘッド状態で引っ張っちゃうので、なるべくねやっぱ落としてあげるっていうのを多くしてあげる。あとボートだとね、どこでも多分バンク、急死んだバンクであれば、もうずっと使えるのですごい便利です。あと根掛かり、なんか引っかかったなと思ったら、ワームとシンカーが離れて引っかかっている場合もあるので、その場合に無理やり外そうとすると、やっぱちょっと直接ねワームが動かなくて、ギュッて引っかかっちゃうので、優しくねシンカーと、ワームをこうしっかりつけてあげる状態、優しく引っ張ってシンカーとワームがしっかりこうくっついている状態にしてあげて振ってあげる。あんま大きく振ると振ってる時にもシンカー動いてこう離れちゃう、そうするとどんどんこうワームが同じ方向にキュッ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 入っていっちゃうから引っかかりやすい。なるべくずっと立ててあげて、こうやって細かく揺すってあげるとスッと取れます。どうしてもこの状態で振っちゃうとワームがね同じ方向に引っ張られちゃうので、なるべくこうスーッと寄せてあげて、ここでワームを動かしてあげるというのが大事。はい、タックルは、今使っているのロッド、BLX の SG701MHX3 に、ジリオンですね、SVEW、ギア比 8.5、 ラインが、モンスターブレイブ Z の14ポンドに、今リーダーは、ね、12ポンドをつけてますが、まあ別に一緒でもいいと思います。水ベルはリュウギのキャロ用の水ベル、はい、に TG デルタ 7g に、ゴムを入れて WH の、2番にドライブビーバー3インチです。ロッドはね今はこれちょっとフッキング優先で、硬いの使ってるんですけど、これじゃないのに、ビレックス SG の、682っていう、ソリッドのST のミディアムヘビーの竿があるので、まあ、そっちだとね、結構細かくこう誘って硬い竿よりも障害物から、ね、離れないように細かく、まあ、特に起伏のあるオーダーとかセトラとか、まあ、そういうのはそっちでもいいかもしれない。これからも、はい、ということで、フリーリグですね、まあ比較的っていうか一番新しい多分ワームのリグですね。まあ、最初はね結構どんなもんだろうなと思ったんですけど、結構これはこれで、ここがフリーになって動くっていうことはやっぱりその名の通りね、進化が自由に動いてワームにこういいまた違ったね、アクションの影響を及ぼす、リグですので、ぜひこれからの時期使ってみてください。